は、2本目の動画で僕の体験を紹介したいと思います。はい、この子がココって言います。ちょっと今太陽が当たってて顔がすごくブサイクになってるんですけど、一応ね、眩しくなかったらね、可愛いんだよね、とかね。ここは、この時を見せたいと思います。行きますよ。ここ座り。お座り。はい、ここ、はーい。はい、バーイ。おお、行きましょう。待って、ここ。あ、待って。1。寝起きです。ちょっとこうか。で、最近ここがこの耳ですね、ここ緑のカットに緑のなんかあるんですけど飾りをつけました。結構ここは写真が苦手なのってイメージです。ワンちゃんってなんか普通に画像を写真を撮りましょうって言った時にはすごくカメラ目線をする犬がすごく多いような気がするんですけど、なんかちょっとうちの子だけはどうもなんか撮ってくれますね。写真向けてここここって言っても全然知ったことじゃないみたいな、私をなんで撮るのみたいな感じがします。今僕庭で撮影してるんですけど、庭が結構広いんですよね。散らかってますけど結構綺麗です。ここでココはたまに走り回ったりとかしてますね。ココ食べてる時の幸せそうな顔をですね、ここで見てこんな感じです。鏡が見て受けても何も表情も出ないというか、自分が自分だけですよっていう感じですね。ココ食べたんか。で、こうやって餌を見るとすごく敏感になります。カメラ向いてるよ。こっち見て。ここ。ここ。ここ。匂い嗅いで。ココはね、待てまでできるんです。ココ座り。待てよ、待て。ココ待て、待てよ、待てよ、待てよ。あ、くらちゃんとお座りしなさい。待て、ココ待て、待て。ココ待てよ、待て、待てよ、待てよ、待て。はい、こんな感じですね。ぜひぜひよろしくお願いします。はーい。